西野でーす。ナダルです。さあ、じゃあやろつきチャンネル。はい、今日は徳永くんが何か企んでる顔で立ってます。なるほど。パンチコメントクイズ。徳永くんの隣を。アンチコメントクイズ。何なんですの。この前の村上さんの動画が、もう悲惨なことになってたんで。村上さんの動画悲惨なこと？いや、楽しかったよ。西野さんの、まあ村上さんに対するコメントが、ね、さっきもラジオで聞きましたけども、やっぱ相当叩かれてると。俺がね、まあ叩かれてますよ。それはもうでも、もう受け止めるしかないよ。まあ俺も叩かれてるから。え？俺も叩かれてるから。叩かれてないやん、村上さんと俺だけやほんで、なんで俺一切叩かれてない。一切。だってコメント350件ぐらい来てなかった。そのうちの1とかやから。うわ、そのうち200ぐらい俺の悪口やんな。もっとじゃない。もっともっと。せっかくなんで、クイズしようかなと思って。あ、アンチコメントにまつわる。はい、なるほど。じゃあもう早速やろう。はい、第1問。お、穴埋めクイズです。穴埋めだよ。穴埋め好きよ。穴埋め好きだね。なんか嫌や。まあ、ある動画に来てたコメントを今読むんで、穴にしてるとこなんでしょう。はい、西野は3年前くらいの絶妙なコロコロ短パン坊やが、短パン坊や感がちょうど良かったような、今は中途半端に服と美容を覚えた丸々感すごい。あー、なるほどな。今は中途半端に服と美容を覚えた丸々感すごい。丸々は何でしょう。なんとなく分かったけど、俺もなんか分かった気する。せーの、こちら。YouTuber 感すごい、大学生感すごい。あー、うん、まあどっちも違うんですか。あ、違うんや。もう一個思いついたやつ言っていい。あ、じゃあちなみに何ですか。詐欺師。詐欺師感どうなんですか、正解は。詐欺師も違います。うわ、違う、嫌やわこれ。なん、作家。作家。あ、正解は。正解は四流作家です。ははは、何やねんそれ。作家さんすごいからな。誰が四流作家やん。早く作家さんみたいになりたいな。早く作家さんになりたい。終わってるやん。作家さんも大変やけどね。四流ってところに悪意を感じるね。西野本当に丸々頑張ってくれ、それだけで今よりも10倍も100倍も面白くなるから。これは俺さっき言ったの中に入ってたわけです、はい、せーの、返し。あ、返し。おー、ごめんなさい、これさ、そうですね、話出てましょう。あ、出た、やっぱり。あー、ちょっとラジオで。おっしゃ、やっぱさっきラジオで言ってたやつと同じやつやった。いじられた時の返しです、うん。いじられた時の返しどうしたらいいの。人にそらしたりとか、やっぱそういうのが多いから、うん、なんか逆にもっと人の嫌なとこつくとか。いじってきて、ちょっと、うん、何だお前そのネックレスどうなりたいの。眼鏡かけてさ、最近漫才チームやってるけどよくわからへんの。どうしたんやろそれ。うるさいな、どうでもやろ。弱いね。弱いね。弱いやん、やっぱり絵に描いたような弱さ。ちょっとなんか親指みたいな顔してんな。そうやろ、うん。負け、あ、指相撲してた。見えへんかった。ごめんなさい。長っ。ちょっと待ってよ。女とかよりも長っ。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 これぐらいなのかよ。長っ。あ、でもそれがテクニックやもんな。長くするという。で、長って言われるっていう。あ、もうそうしよう。まあ、ちなみに結構この、声あったのあったんで。ああ。まあ本当にそうなんだと思う。ムカつくな。何やねん。本当は思ってないと思うんですけど。徳永細く、何なんそれ。いや、分かってますよ、自分でも。だからその話そらすんでしょ、僕。分かんないですけど。うん、分かってないんかい。いや、分からへん。その話そらすんでしょ、言ってるから。話そらって自分のところのピンチを人になすりつける癖やって、うん、自分のターンを終わらすっていうのはすごい分かるじゃん。あ、なるほどな。邪魔しよ。弱いね。弱いね。村上さん動画の時のコメントに、うん、その村上さんとコロチキのお二人をそれぞれ、まあ、なんか端的にうわと言い当ててるコメントがあったんで、うん、それがそれぞれ誰のことでしょうっていう。はいはいはい。まず A、 プロレスできるができない人には干渉しない、うん、B、 プロレスできないが他人にも干渉しない。プロレスできないが他人にも干渉しない、はい、C、 自身はプロレスできないのに他人同士のプロレスの試合は勝手に組んでくる。これ一瞬でできたかもしれない。ああ、それは分かるか。
せーの、こちら A ナダル、 B 村上さん、 C 西野。村上って書いてるの、何やけど。どこが尊敬してるか教えてくれ。村上さん尊敬はしてるんですけどね、言うて村上言うてるけど。それそれ、なんでですか。え、なんでですか。なんでですか。いや、まあやっぱ奈々さんはプロレス、ザ・プロレスラーなんで。あんま、お笑い、あんま言わんとき、お笑いプロレスラーあんまやめてくれへんかな。しっかりとガチやから、こっちガチやっとんねん。で、プロレスできへんといえば村上さんなんで。ただ、自分の思いをやっぱり言うというね。でも人のこと別に言わへん。あ、でも言うてるけどな。まあ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 、まあ、難しいけど、でも C が絶対俺なんで。いや、合ってると思うで、これは。西野もプロレスできへんけど、プロレス勝手に組む。うん。だから、その、えぐい。あんま言いたら、お前経営者や。えぐマネージャーってことね。クソみたいな。マネージャーやろ、勝手にマッチメイク。確かに、マネージャー、西野のことマネージャーやと思ってみたら腹立たへんかもしれないね。うん。いや、あかんやろ。お笑い芸人やのに。お笑い芸人でやってますから、こっちは。そうなんか、うん、そうなんか、相方が寂しいわ。マジになるな。寂しがったで、こいつ。俺がマネージャー思ってた思ったら、こいつ寂しがったで。お願いやからさ、寂しくならんといてくれ。返してくれ。それはナイスさんみたいな。返してくれ。はい、正解お願いします。2人とも正解です。あー、やっぱ正解ね、はい、これはそうかな。いや、ちょっと頼むわ、頼むわ。みんな、まあまあまあ、みんな悲しくなるのやめてくれ。全員悲しくなったぞ、今。誰が得してるの。ずっと頼むわ。誰も得せえへん、はい、この企画。第4問、はい、これも村上さんの時の動画のコメントなんですけど、うん、今から言う4つのコメント、それぞれいいね数多い順に並べてみてください。はい、まず A、うん、西野も責められた時に1ミリも笑いにせず話を変える動きが本能レベルで染みついている。何やそれ。本能レベル。B、 西野って学校で一番嫌われるやつの立ち振る舞いしてるんだよ。じゃあ嫌なこと言われた。C、うん、西野はもうちょっと本読んだりして慣用句とか熟語も勉強した方がいいと思う。あ、会話が止まるのもったいないんよ。ああね、まあむずって言われてんな、それも。 D、 西野さんのこと嫌いだったので楽しめました。ん、何それ。何その入り。え、終わり。終わりです。西野さんのこと嫌いだったので楽しめました。はい、な初めて聞く文章やねん。じゃあいきますよ。お願いします。せーの、 CABDA、B、D、C。 だから A の本能レベルで、人にそらす、これはめっちゃ染みついてる。で、B が学校で一番嫌われるやつも立ち上がる。 A、B が結構ズバ抜けてんじゃんから。あー、なるほど。 D、 D が西野さんのこと嫌いだったので楽しみました。 C が勉強。A、B、D がズバ抜けて C がちょっと離れてる。あ、俺逆や。 C が結構勉強がずっと言われてるから、もうそれはもうみんな諦めてんじゃんかな。あー、なるほどね。特にね、あの村上さんの動画で出てもうたんよ、俺の良くないとこ。先般って何ですかっていう。その村上さんも、もうお前頭悪いなとかも言わず、あ、先般って普通に説明したけど。そこは、そこに広げずにね、うん、びっくりしたよな、こ脳みその中で。じゃあ正解お願いします。正解は C。 うわぁ、当たった。 A、 C、 え、え、え、C、A、 B、 え、え、え、うわ、 D。 やったあんまやろうか。ちょちょ、やったーじゃん。ちょちょ、オールスター感謝祭の気持ちになった。CABD って。 CA、 めっちゃ嬉しかった。 CABD か、嬉しくないわ。え、勉強やれと本能レベルやっぱ高かったんや、はい、で、学校、西野さん嫌いやつ。はぁ、なるほどね。一応1番目が191いいねで、それってさ、191いいねで他のなんかコメントそれに対してとかもあるん。なんか誰かが何か言ってるとかそういうのは全然ない。あ、その中には入ってないです。ああ、くそ、 CABD か、うん、CABD。 いや、変えてる。何してるの。何してるの。誰もが見てたり笑ける笑ける笑けられへん笑けれへん何笑ける何がどういうこと。なんだ、おもろいとかじゃなくて笑ける笑けれない。もちろん。すごいやっぱ思ってんねんな、勉強。
俺が賢くなった方がいいか。でもそう簡単に賢くならない。いや賢くならんでいいか、おもろになってくれ。あ、そうやな。そうやなって。そうやな、ね。はいはい。大悟も、はい、先月公開した、公式の嫌な方が決まりました企画。うん。で、あの、全部110件コメント来たんですけど。まあでもやっぱ、そう思ったらやっぱ多いんな、村上さん。村上さんとのめっちゃ来てんねん、コメント。その中の、うん、西野さんに好意的だったコメントの数はいくつだったでしょう。何その問題。むずいなー。せーの、9個。7個。かわいそうやな。いや、そんぐらいじゃ。はい、正解は5件。少なー、少なー。怖っ。何それ5件、その5件の人俺愛すけどね。あ、うん、あほんまにかっこいいとかなんかそういう薄いですやないねん。その5件は薄めでしたやない。薄ー。次の問題、はい、あるコメントに対して、うん、なんという返信来たでしょうか。お、むずいなそれ。ナダルさんが遅刻したのラジオに、あー伝説のねのコメント。なんてコメント。ナダちゃん忙しいもんねっていうコメントに対して、うん、来た返信。返信、はい、いや、これはこれ西野の悪口ってこと。まあ、あの文章的には悪口じゃないんですけど西野さんの悪口になってるっていう。むずっ。でも俺がそれを聞いたらなんやねんってなるってことやな。そうですね。ちょっとエスプリ聞いてます。エスプリ、あ、ちょっとあのユニークな感じで。なんなんエスプリ。え、ちょっと待って、これは発見ですよ。エスプリって何。なんかまあちょっとなんていう、なんかそのファニーな感じにしてるというか、ちょっとお笑いっぽく言ってるって感じ。そうです、そうです。当たってもった当たってもった。知識あるね。せーの、こちら。西野も忙しいだろ、仕事じゃなくてプライベートが。うわっ、いいね。西野はゆったり生活できていて裏山。うわ、なんかありそう。あ、もうちょっと聞いてますね。うわ、もうちょっと聞いてる。エスプリが。嘘。なんなんエスプリって。やめようか、腹立つから。あ、こっち側や。うん、そのエスプリ腹立つからやめようか。じゃあ正解って。うん。はい。正解は、うん、ナダちゃん単独多いんですね。です。何それ。何やねん。いやいや、それはもう分かってるけど。うん、別にナダちゃんが良くないね。ナダちゃん単独多いですね。うん、まあでもまあ単独多いけど西野もな多いもんな単独休みが、うん、いやよくないな。単独休みが多いからな。あのそう落ち込んでらっしゃるんで。いや落ち込んだ。西野さんじゃなくてある人に向けられたアンチコメント。あら、標的変わった。いや分からんで、うん、俺の可能性もちろんあるけど松沢君の可能性ある。あ、なるほどな。誰に対してか。オッケーオッケーオッケー。はい、誰に当てられた。はい、オッケーオッケー。コメントですね。まるまるさんがどうしても苦手。うるさいし、清潔感ないし、特に口周り。なんだろう、ヒゲ。食べる番組には出ないでほしい。えぐいこと言われてる。え、ちょ、待って。なんだろう、ヒゲ。え、それって俺らのチャンネルに来たコメントじゃないです。ああ、もうエゴサとかして。もう、はい、いろいろ調べました。うるさいヒゲってなかなか。うるさいヒゲって、ヒゲってさ、静かなイメージあるな。ヒゲでうるさい人ってあんまいないな、はい。せーの、島津さん。お当たった。一瞬。最近、島津さん、ヒゲすごいね。うん。なんか、うん、あの、マカオ行ってきてな。マカオで人生観変わってヒゲ生やしたでしょ。お前とやっぱちょっと似てるよな。えすぐ人生観変わる。ああ、俺は、あの、高知の川下りの。キャニオニングな。うん、人生それで変わったから。はい。お二人とも違います。うわあ、誰せーの。森山さん。トレンディ斎藤さん。トレンディ斎藤さん。あ、ヒゲ生やしてる。生えたり生えへんかったりするんで。あー、俺森山さんかなと思って、それヒゲが、ワイルドなヒゲ。お二人とも清潔感がない。いや、悪いな。悪いよ。悪いや。それ言うこと口元押さえて何言うとんねん。はい、正解は森山さんです。正解かい。正解じゃん。えぐいで。俺えぐいやんか、これ。トレンディ斎藤さん、またハゲんねん。これ見て。ちょっと待って、森山さん、はい、全く俺聞いたことないけどな、そんな意見あんねんな、やっぱみんなアンチって。
あんま元気なんな。いやいや、森山さん、あんな誰もが好きな人でも。森山さん言われてるから大丈夫や、ね。誰もが好きな人ちょっと質ちゃうね、お前とは。叩かれんねや。ラスト。ロッケやるぞ。はい。これもじゃあ、誰に向けたアンチコメントでしょうか。はい。まるまるって、論文厚紙に憧れてる素人大学生なんかな。これもう、ダクやねんけど、俺。せーの、こちら、コロコロチキチキペッパーズの西野颯斗。なんやそれ、フルネームで。一応ちゃんと伝えるよと思って。いろいろ西野おるから、うん、凛太郎さんなんかカラーサングラスかけてるやん。 あれがちょっと淳さん味を、なるほどね、連想させて。西野もカラーサングラスかけてるからさ、あのプライベートな、うん、うん、正解は西野さんです。やったー、あー帰ってきた、ここに来て、うん、いやなんかもうそれ大学生とか言うのがもう西野かな。まあまあそうか、素人大学生、うん、素人大学生ってよく言われるな。探したやろ、いっぱいクイズ、はい、いっぱい見たわけやん、はい、それなんで嫌われてんの俺は。そんなその分からへん、その理由が、そのなんかどうも得なあるんから見て、ほんまない、うん、ちょっとチームとしてどう思ってる、うん、そうかなって思ったのは、まあ、自分のターン来た時に話をそらそうとするみたいなマジのやつだ、マジのやつ。どうする相方そらしてるシーンどこ見ようかな、自分で。そのなこう確かに、そらしてる衆叩かれてる、あそらしてる衆ええんちゃう、そらしてる衆、それ、ま、うん、総集編作ろう、そらしてる衆いじられていじられて、こっちが来たかと思ったら、うん、そらしてる衆、そらしてる衆、俺の、うん、よくない、そら衆、そら衆、西野そらしゅう何それ、お前もう解明したら、え、西野そらしなんで西野そらし、そ、西野そらし、そらし、そらし、何さ、なんか自分のターン来たらそらしてもらう、ちょちょ、あ、そらし、そらし、西野そらしと、なだるってやっててね、もうそれか、もう西野もいらんかも、そらしでいいか、そらし、そらしとなだる、なだるっぽいよ、ちょっと、なだるとそらし何やそれ、そらしが、そらしが何と話入ってこないんだよ、そらしてんねんからちょっとね、一応いろんな意見来てますから、まあまあそれを受け止めるかどうかですよね、はい、まあまあまあ受け止めてはいますけど、飲み込んでないだけで、うん、うちには入れてる、まだやっぱ吐いてまうんですよまだ飲み込めないですまさか、徐々にね、まさかこんだけ慣れてると思う、時間かけて、はい、うん、まあまあ時間で向き合っていきます、僕も向き合います、皆さんと、はい、なんとかします、はい、相方を重みがある感じで言うのやめて、ありがとうございました。